はいどうも、ベイさんです。今回は扉付きのおしゃれなエレベーターの作り方を紹介します。今回紹介するエレベーターなんとこんな感じで扉が付いていて、ここにあるボタンを押すことによって呼び出しをすることができます。はい、今ね、こんな感じで上からエレベーターがやってきていますね。で、しばらく経って待ってみると、このエレベーターが下に到着してきて、はい、こんな感じでね、なんと扉が開きます。で、扉が開いたらこのエレベーター乗ることができて、で、乗った後にこのボタンを押すことで、はい、なんと発進することができます。はい、こんな感じでね、両側ガラス張りになっていて、めちゃくちゃおしゃれですね。で、しばらく経つと、はい、2階に着いて2階の扉が開くと、で、しっかりね、上側にやってくることができました。まあ、こんな感じで、機能は結構シンプルなんですけど、めちゃくちゃおしゃれに作ることができるので、ぜひね、このエレベーター作ってみてください。それでは早速、作り方を紹介していきたいと思います。はい、それでは作っていきます。必要な材料はこんな感じです。しっかりよく見て材料を確認してください。下側の部分は主に回路用のブロックで、上側の部分は建築用のブロックとなっています。で、このエレベーターを作るときに黒曜石などのピストンで押せないブロックを最低でも8個用意してください。また苔ブロックなどのスライムブロックにひっつかないブロックを4つ集めておきましょう。まあとはね、エレベーターをガラス張りにするためのガラスだったり回路用のブロック、またですね、エレベーターを装飾するためのブロックなどを用意しておいてください。まあ、ここら辺のブロックは自分のお好みで変えることができるので、装飾の際に自分の好きなものを選びましょう。またこちらの観察者は最低20ブロックに加えて、呼び出し用にさらに追加で用意する必要があります。まあね、この観察者の量は自分の作るエレベーターの高さによって変わってくるので、各自必要な分集めておいてください。まあ、こんな感じで必要な材料を確認できたら早速作っていきましょう。で、次は必要なスペースを紹介します。今立っている場所が1階の乗る場所だとすると、ここから深さ4ブロック分を横幅12ブロック、奥行き5ブロック分掘るようにしてください。まあ実際に回路を作る場所はこの内側の 10×4 の場所なんですけど、今回スライムブロックや蜂蜜ブロックを使う関係で周りのブロックがひっついてしまう可能性があるので、さらにその外側1ブロック分ね、余裕を持って掘っておきましょう。で、この 12×5 のうちの実際にエレベーターに乗る場所は、今金ブロックで目印をつけているここの場所ですね。ここの場所が乗る位置になります。まあなので、ここの手前側ですね、ここに扉が来る感じだと思ってください。まあこのように扉の位置や乗る場所しっかり確認してから作るようにしましょう。で、こんな感じで1階のね、乗る場所を決められたら、今度は2階部分の高さを決めます。まあ自分のね、好きな高さまでブロックを積み上げていただいて、まあここら辺2階にしようかなっていう場所を決めてください。今回はここの高さをね、2階のスペースにしようと思います。まあ2階の場所の足場も少し広げておいてください。でね、2階部分の地面の高さがこのように決められたら、今回作るエレベーターはこの地面の高さからさらに1、2、3、4、5、6、7、8ブロック分の高さがあると思ってください。まあなので、高さはね、なるべく余裕を持って用意するようにしましょう。はい、それではね、早速回路を組んでいきましょう。まずこのね、下側に降りていただいて、この金ブロックの上ですね、ここに4ブロック分レッドストーンパウダーを設置。で、レッドストーンパウダーを設置できたら、その両側にこのように 2×2 で4つ分レッドストーンパウダーを置いてあげましょう。はい、こんな感じですね。でね、レッドストーンパウダーを設置できたら、今度はここですね、ここにリピーターを遅延そのままで設置。で、リピーターの上にブロックで、ここからですね、こんな感じで階段状にブロックを設置。で、このブロックの上には3つね、レッドストーンパウダーを置いてあげましょう。で、この一番上のレッドストーンパウダーの上には自分のね、好きな建築用のブロックを置いておきましょう。で、ブロックを置けたら、ここにはレッドストーンパウダーを置いておきます。こうすることで、このボタンを押した時にレッドストーンパウダーが光るようになると思います。で、レッドストーンパウダーを光らせることができたら、下側に降りていただいて、今度はこちら向きにリピーターを設置。で、リピーターの先にはレッドストーンパウダーを 1、2、3、4、5、6、7ブロック分置いてあげましょう。で、7ブロック分設置できたら、ここにブロックで、このブロックに乗った後にジャンプしてから観察者を設置します。で、この観察者は2階の高さになるまでどんどん積み上げていきましょう。はい、こんな感じでね、2階の地面の高さと同じ高さまで積み上げてください。で、積み上げられたら、今度はさらにその上に観察者を1、2、3、4、5、
6ブロック分置いてください。で6ブロック分積み上げられたら、その上にはブロックで、その上にレッドストーンパウダーを置いておきましょう。でね、レッドストーンパウダーを置けたら、今度はここのね、レッドストーンパウダーの隣にブロックで、ブロックを設置できたら、このエレベーター本体の方に向かってブロックをもう1個設置で、その先にはドロッパーを1個2個と設置します。でドロッパーを置けたら、その横に1、2、3、4、5、6とブロックを設置で、このブロックの横にはドロッパーを2つ置いて、ドロッパーの先には1個2個とブロックを置いておきましょう。はい、上から見るとこのような感じになります。でブロックを置けたら、ここら辺のね、上には全部レッドストーンパウダーを置いてあげて、でここまで置けたら、ここだけはレッドストーン反復装置を設置しましょう。でこの反復装置の後ろにはレッドストーンパウダーを置いてください。でここまで作れたら、ちょっとね、下に降りていただいて、ここのねエレベーター真ん中を調べます。でこのエレベーターね、乗る場所がここの2ブロックだと分かったので、ここの壁の部分ですね、ここにブロックを設置で、ブロックを設置できたら、ここにはボタンを置きましょう。でここのねボタンの位置がしっかり下側と全く同じになっているか確認しておいてください。で確認ができたらね、ちょっとサバイバルだと危険だと思うんですけど、この下側にやってきていただいて、ここのねブロックの1、2ブロック下、ここにブロックを設置で、さらに1個2個とブロックをつなげます。でブロックをつなげられたら、その上にはレッドストーンパウダーで、レッドストーンパウダーを設置できたら、ここにブロックで、ブロックを設置できたら、その上にレッドストーントーチを置きます。でこのレッドストーントーチの上にはブロック、レッドストーントーチ2本目、ブロック、レッドストーントーチ3本目、ブロック、レッドストーントーチ4本目と設置してください。で最後にこのレッドストーントーチ4本目の上にブロックを置いてあげます。はい、でこうすることによって、このボタンを押した時に上のレッドストーンパウダーが光るようになります。ここまで作れたら、今度はですね、ここです、ここにやってきていただいて、ここのブロックの1、2ブロック下、ここに観察者を設置で、この観察者の上には反復装置を1個ね設置しましょう。遅延はそのままで OK です。でこの反復装置の下にこんな感じでね、どんどん反復装置を何個も何個も置いていってください。で反復装置、ここの高さまで設置できたら、ちょっとね地面を掘っていただいて、さらにもう1個設置しましょう。はい、こんな感じです。高さねしっかり見ておいてください。でここまで観察者を設置できたら、その後ろにブロックで、このブロックから動力を取り出すようにレッドストーンパウダーを1個2個と設置しましょう。はい、これでね大体回路は完成です。でそうしたら、今度は黒曜石を設置していきましょう。下側の黒曜石はここに設置しておきます。ここと、はい、反対側にもこんな感じで設置しましょう。でこの黒曜石の高さはしっかりね、この一番下の地面から1ブロック分開けた場所、ここですね、ここに設置しましょう。でそうしたら、上側にやってきていただいて、今度はですね、このドロッパーの斜め下、ここに黒曜石を置いてあげます。反対側にも同じように2ブロック分置いてあげます。で設置ができたら、最後エレベーターの本体を作っていきます。まずはこの下側に降りていただいて、この黒曜石の上に立って 2×2 で観察者を設置で、観察者を設置できたら、まずはねこちら側から作っていきます。まずこの観察者の上にスライムブロックで、その左側ですね、ここに1個スライムブロックを追加して、高さを1、2、3ブロック分増やします。で増やすことができたら、ちょっと下側に降りていただいて、まずこのスライムブロックの先端にピストンで、今度はこの壁を見ながらピストンを設置してください。でこのピストンの上には観察者で、その上に吸着ピストンの順番で設置しましょう。で吸着ピストンを設置できたら、この吸着ピストンの上には1、2、3、4ブロック分スライムブロックを設置で、スライムブロックを設置できたら、その1個2個上に仮ブロックで、この下のブロックは壊して下側に降ります。で下側に降りられたら、このね一番上の仮ブロックを見ながら観察者を設置しましょう。で観察者の前の仮ブロックは壊しておいてください。で今度この観察者の下のスライムブロックの横にピストンを設置で、ピストンを設置できたら、今度はねその1、2ブロック先、ここにオブザーバーで、その先に吸着ピストンを設置します。はい、こんな感じですね。横から見るとこのようになります。で吸着ピストンを設置できたら、今度はここにピストンを設置で、ピストンを設置できたら、今度はこの観察者と同じ高さに8のブロックを1個2個と設置しましょう。でこの蜂蜜ブロックを設置できたら、今度はこのピストンの先にスライムブロックを置いておきます。でこんな感じで正しく作れていると、ここの蜂蜜ブロックとスライムブロックの間3ブロック分隙間が空いていると思うので、こんな感じで装飾用のブロックを置いてください。これがエレベーターの壁の部分になります。で壁を設置できたら、その下には床
で上には天井をつけてあげましょう。でこのね形と同じものをこちら側にも作っていきます。ただこれ作る時の注意点なんですけど、こちら側でねスライムブロックを使っている場所は蜂蜜ブロックで、逆に蜂蜜ブロックを使うところはスライムブロックに変えるようにしてください。これねしっかり区別をつけて作らないとスライムブロックとかがねひっついてしまって正しくね動作しなくなってしまうので注意しましょう。でスライムブロックや蜂蜜ブロックを設置できたらあとはね全く一緒です。はい、こんな感じでね全く同じものを作ることができました。しっかり正しく作れているかどうかよく確認しておいてください。でこちら側をしっかり作ることができたら、この形と全く同じものを反対側にも作っていきます。まあただ向きをね逆にする必要があるのでそこは気をつけておいてください。はい、こんな感じで左右対称に作ることができたでしょうか。でここまでエレベーターを作ることができたら、この上側と下側にきちんと黒曜石があるかどうかということと、このねエレベーターの周りに余分なひっついてしまうブロックがないかどうか確認しておきましょう。こんな感じで上から見た時に特に何もなければ OK ですね。で確認ができたらこの発射ボタンを押してあげます。そうすると、はい、こんな感じでねきちんと上に上がってくれるんじゃないでしょうか。で上に上がってきて、しっかりねこの2階の高さで止まってくれれば OK です。でここまで作れたら最後扉を作っていきます。このねボタンがある方に立っていただいて、ここの蜂蜜ブロックかスライムブロックかはわからないんですけど、ここの上に樽を設置します。で樽を設置できたら、この樽の中には何でもいいのでアイテムを1つ入れておいてください。本当に何でも大丈夫です。でこのように入れることができたら、ここの1段下のところ、ここに苔ブロックを設置します。でこの苔ブロックの上には、このね樽の中身を調べるようにコンパレーターを設置します。でコンパレーターを設置できたら、その先にブロックを設置。でブロックを設置したら、その1段下ここにブロックを置きます。でブロックを置けたらですね、今度はその上にレッドストーンパウダーで、レッドストーンパウダーを設置したら、その横側にはレッドストーントーチを置きます。はい、こんな感じです。反対側も置いてください。でこのレッドストーントーチを設置できたら、その1、2ブロック下ここにブロックで、その上にレッドストーンパウダーを置いてあげましょう。反対側も同じで、まあ、ちょっとね仮ブロックを置いたりして、このようにねブロックを置いて、その上にレッドストーンパウダーを置いておきましょう。でね、レッドストーンパウダーをこんな感じで置けたら、ここはね通路用のブロックを適当に置いてあげて、ここの上に立って、ここですね、ここに1箇所2箇所そして3箇所と粘着ピストンを設置してください。で反対側も同じで粘着ピストンを設置。で粘着ピストンの先には扉用のねブロックを置いてください。これは粘着ピストンで動かすことができるブロックなら何でも大丈夫です。はい、こんな感じでね2階に扉を作ることができました。そうしたらエレベーター発進させてみましょう。そうするときちんとね扉が閉まって、エレベーター下に行ってくれるんじゃないかなと思います。で下側に降りてきてくれたら、さっきとね同じ回路を作ってあげます。はい、これで1階もね扉完成したと思います。それではね最後装飾をしていきましょう。で装飾をしている時にこんな感じでエレベーターの周りをね囲みたくなると思うんですけど、こんな感じでエレベーターを適当なブロックで囲んでしまうと、スライムブロックやハチミツブロックにブロックがひっついてしまって、エレベーターが動かなくなる原因となるので、基本的にはこのエレベーターの1ブロック外側を囲むことをおすすめします。まあね、どうしてもぴったり隠したいよという場合は、黒曜石や苔ブロック、最優テラコッタなどのスライムブロックにひっつかないブロックを必ず選ぶようにしてください。またガラス張りにしたいときは、ここのね 2×2 がエレベーターの乗る場所なので、ここのね前後をこんな感じでガラスにしてあげましょう。でこのガラスね、ここの場所に関してはエレベーターにぴったりひっつけても大丈夫なので、このようにね横幅2ブロック分上までどんどん設置してあげましょう。はい、というわけでね、こんな感じで適当に装飾してみました。まあね、どうしてもサバイバルとかだとダメージを食らってしまうんですけど、よかったらね皆さんぜひ作ってみてください。はい、というわけでね、今回はこんな感じの結構おしゃれなエレベーターの作り方を紹介しました。コメント欄でね作ってほしい建築や回路のリクエストを受け付けているので、ぜひねコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。